はい、どうもバテムス協会でございます。さあ今回ちょっとね、音声が取れていませんでした。音声っていうかね、あのコメントではね、取れていませんでした、残念ながら。さて、前回どこまで行ったんかな、忘れましたね。忘れた、完全に忘れたな。何してんだこれ、俺これ何してんだ、これ何やってんだ、何やってたっけ。とりあえずこれ授業受けに行こうかなみたいな感じですね。授業受けに行って、でそれからミッションをするはずなんやけども、授業が始まらねえ、授業全くもって始まらねえ、始まらないね。なんだかんだちょっとめんどくさいね、ミッションだったような気がする。この時何やっとんだよお前、入らんでよな。授業はね9時からないと始まらないんでね、なかなかね、もうちょっとね手持ちぶたさというかね。始まった。おい、2階じゃねえかよ、降りてんじゃねえよお前、1階に降りてんじゃねえ。確かこれ何やろ、そこって言うと絵画の授業じゃない、絵画の授業、これ美術の授業だこれね。失敗したというか、これ大体ね、これ5になる、5が一番マックスなんですよ。もう5 でこれでもう授業を受ける必要性がなくなるんやけど、確かねこれね失敗した、失敗したんだよ、で失敗して、じゃこれ失敗したんじゃねえわ、これ実はこれ戻し作業だわ、戻し作業で、実はね前にこの前にやってある程度進んでたんですけど、音声が取れてなかった、うまく取れてなかったね、ゲーム音しか入ってない、でクソ何なんだよこれとか言って、でやり直してやり直して撮影したと思ったらまた音声が入ってなかったっていうね。いや違うわ、間違った、音声入ってたんやけどオリジナルデータの方捨ててしまって、でこれね一応このキャプチャーしている製品、このキャプチャーしているね、エンコードキャプチャーボードのね、機能なんですけど、自動的に画面を録画してくれてるんですけど、そっちの方にはマイコン入ってないんですよ、ゲームしか入ってないんで、結局最初音声入ってねえじゃねえかって撮り直したのに、音声入れて撮ったのに結局それが捨てちゃって、バカみたいに後から結局まだ載せなきゃいけない羽目になって今に至るみたいな感じですね。バカです単純にね。じゃあ行きましょう、ミッション。はい、図書館に来ました。さあ行きますか、びっくりハウスで、びっくり、びっくりハウスで、びっくり。 Oh, hey, Jimmy. Hey, Pete. Yo, Jimmy. I'm over here. ピートはやっぱこのこいつらとインテリアって、こいつら、こいつ年は、年齢はあるRG やったっけ。 Yeah, well, cat. Looks like you're holding to care some lames for us. What are you talking about? Don't get fresh with your homies. こいつこんな喋り方やったっけ。 This is my normal style of rapping, bro. 気持ち悪いわ。このデブ。このデブもしばきたいわ。What's my quest? Ah, right. Salutation, Sir James. It seems my clever brethren have taken control of the funhouse of the carnival. Well done. All that education and now you run a funhouse? Genius. You simple-minded, noble foot soldier. The football team is going to be there this afternoon. You could really cause them some problems. Okay, explain it to me on our way over. There's not much to explain. Just access the control rooms through the maintenance doors. Then do your thing. Cool. まあメンテナンスの入り口から入って、行けと。鬱陶しいわこいつ。ズボンぴったりしたん買えよ。まあというわけでね、遊園地に向かいます。はい、行きましょう。スケボーがね結構上手くなったんですよ俺。多分ねこの時も実際言ってると思う。スケボーが上手くなったと。スケボーがね上手く乗れるようになってきたって、ね。トリックするとね。大体ね、うまくいかない。うまくいかないというか、まっすぐ行きたい方向に行けないね。いまだに分からない、これ。うまくやる方法、トリックを。トリックをうまくやりつつ進んでいく。進みながらトリックするとかね。これ反対向いちゃってもね。さあ、遊園地はここをまっすぐ、延々まっすぐ行ってトンネルを抜けた先にあります。チャニコン盗まれてる、あいつ。結構俺以外のやつもチャニコン盗んだりするんやな。あんなあからさまにチャニコン盗むんやな。
で、あとね、これ今ちょっとこう坂になって、坂になるとスピードが上がるとかね、そういうのはね、聞こえます。あ、これ捕まります。捕まってね、引っ張っていってもらおうと思うけど、意外にスケボーで自分でキックしてる方が早かったりとか、こういうふうに前にね、チャリンコのバカがね、どかないんですよ。どかねえから、どうしようもねえよね。もう結局もう、スケボーで行った方が早い。まあ、授業受けてるんで意外にね、怒られない。ここまで結構スピード出るんですよ、下がってから。下がってから。危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっとやるとね、アングルめちゃくちゃ変わるんで、アングルというかね、方向が変わっちゃうんでね。よし、着きました。というわけで、何やったっけ、メンテナンスのところから、かっこつけましたけどね。メンテナンスのところから入っていきたいと思います。まあ、とりあえず入り口のお金を払って、行こう。入れに入ったっけ。行きます。ここでね、全くこれも遊んでないからね、多分これ全部のアトラクションやっちゃえば、なんかまたなんかもらえるのかもしれないね、うん、衣装的なものとか、うん、こうやったん、射撃やったね、ここですね、まあ、一回やってるから、ここ、うん、一回やってクリアしてるから、もうね、イラッときてね、もうさっさと早く終わらそう思ってね、パンパンパンってやってますよ、慌てて行ってます、むしろ慌てて、さっさと行こう、よし、とりあえずこの、もう豚殴ってもらって、こいつらね、フットボール、フットボールやっちゃうと、ファッティとバッティ、ファッティ殴ってるよ、これ細い方がファッティって言うことだよ、バッキーやろ、こいつな、よし、すげえやん。大体バッキーとファッキー減ってんのは俺の殴りかもよ。よし、体育会系に占領されてしまうから、死になってるらしいからね、それで追い出しましょう。とりあえずお前ら連れて出そうぜ。で、ここはいろいろとね、仕掛けがありまして、こういうものを やりつつ進んでいくと、出口に向かってね、進んでいくっていうことです。やっていくぜ。急にこうね、横スクロールゲームみたいになっちゃう。ちょっからよくわからんの、何なんだよこれって。このさ、釜にさ刺されたけどさ、この釜に刺さるとね、ダメージ結構出ます。うまく避けていきましょう。はい、まあ結構これで終わりかな。そうするとすごい制御室の方にありますんでね、はい、これさ作動させると、うん、これでこれをね調節できると、これをね操作できます。さあ、第1回行きましたんでね、こいつらをこう釜で殺していくと、一撃死です。これね、あ、越えられた。これね、最後まで帰ったらどうなるか分かんないですよね、うん、それは全然分かんない。あそこの中で戦うことなのかな、制御室でぶっ殺しました。さあ、じゃあ墓場の出口を探しましょう。はい、そこですね、行きましょう。バッキーとファッティがね、どっか行きましたね。まだ探さないと。このボタンを押すと入り口が開きます。まあ、右上に出てる地図をね、見つつ、この迷路を突破していきます。まあ、バカみたいに簡単なのね、迷路なんで、普通に進んでたらね、迷子になることないですね。ファッティはこっちだろ。デブさん、デブデブ。さあ、行きましょう。この豚、鬱陶しいのよな。結構ね、イラってくるね、ことやってるやつにね、悠長なことやってるね、雰囲気になって。あ、ちゃ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 、こら。違うぞ。そっちじゃないか。そうそう、そう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 、それをやりましょう。入れて、ね、こいつら近くにいるの、押せないのよ。これ近いと、こいつらは押せないの。離すところに。足でまといでしかないからですから。さあ、これは工事現場の人がね、こうスコップを振り回してますから、これを避けつつね、先に進んでいく、うん、避けつつ、ね、進んでいきます。うん、当たらないね、こうね、当たらない、慌ててますよ完全に。もう戻ってくるって待って、2回待ってない、2回死にましたと。でね、まあ私こうやってね言ってますけどね。これは美術の授業、あれ実際その後やりました。
戻るのめんどくさかったんでセーブポイントからねロードして戻ったんですけども、これで一応このビーツをクリアするはず、うん、やったったわというので、ね、一応ね動画撮りました、うんうん、この爆弾取ると近所のやつが死ぬんですよ。俺まで死ぬのみたいな感じだったけどこれ、うん、まあ違ったかもしれないな。あの、なんで手を取ると確かスピードダウンするんやったから止まるんやったっけ敵が。グッドボインマークは、敵が自分がスピードアップね。手のマークは多分止めんじゃなかったかな確か、うん、忘れちゃってるけど。でこのハサミだけはあのね、あの線ライン上ハサミと、まあもう一個なかったのでライン上ね漂っていきます。はい、というわけでクリアしましたね。Very pleasing work, Jimmy. ビーズで完全 OK ですね。完全クリア。Well done, Jimmy. You've completed all your assignments. これでビーズは完璧クリアです。You'd like to come back to work on your skills. You're very welcome. なんかもらえますよ。できますよ。It was easy. キスボーナスが得られるようになって、誰でもプレゼントを渡さなくてもキスをしてもらえるっていうね、モテ野郎。で、まあ戻りました。飛ばしました。これね、こうやってね、通っていくのかなと思ったら、もうここ橋があったんですよ。実はね、一番最初行った時奥行ってから階段登ってここに戻ってきたんですよ。逆走。ここ飛び降りたかなと思ったんだけど、実は橋があって、ここ登っていってこいつらを倒していけばよかったっていう。この時初めて気づきました。あのなんかおっさん、工事現場のおっさんのおもちゃみたいなやつは突破しなくてもいいみたい。よかったね、これ。突破する方は逆に遠回り。ここでこれを止めつつ行くと、うん、これ3箇所ありますね。ここに来ました。メガネで帽子。よし、やっとけもう。で、この後こいつぶっ倒した後にもう一人いるんだね。もう一人倒したら終わりなんですけど、そいつがねいなくなったね、すぐ。もしかして落としたんかな、下に落としたら終わりかな。まあちょっと見ててください。ここね、ほら音鳴ってんのいないよ、ほらいない、音鳴ってんのいないよ、ほら探してんの、いねえじゃねえかっつって。ほら、まあだからタックルで落としたんかな。まあこれで出ます。さあ行きましょう。インテリの後を追って炭鉱を外に出ろと。外に出ます。インテリ見つけ出せと。ここね、また腹立つんだよ。これ何やってんのこいつ、ガラスの前で豚が。こっちもね、もう一人も、こいつもちょっと間違ってたんだけどね、あのね、もう一人もやってんだよ、こいつ。何やってんだよ、こいつ。この鏡の前で。イラッと来てるの。で、まあ、ここ入っていって、出口となりますと。はい。Your task is complete, brave knight. はい、25ドルもらい。インテリリスティクトがプラス5になりました。行きましょう。My work here is done.さあ、まだ午後の授業に多分間に合うと思うね。多分午後の授業に間に合うように急いでると思うんですよ、今ね。そっちが入り口やったよな。俺反対側から入ってきてるから入り口逆かな。ああ、捕まった、警察官に捕まった。やばい、逃げよう、なんか許してもらうとかさ、やったことないよ今まで。ちょっとしたものは見逃してもらえるようになったぞとかって言わなってたけど、それの恩恵を受けた記憶がないんだ。さて、まあ、多分そこのバス停から帰ると思いますね、やっぱりね。はい、で帰って授業を受けよう。さあ戻ってまいりました。じゃあ授業券行きます。どこだ授業、あの奥なんで多分ね、体育ですね、体育で行きましょう。まだこいつらもね、こいつは捕まえに来やがんで、こっち授業受けに行こう思ってんのにさ、無断欠席させようとすんだよ俺にさ。
バカじゃねえのこいつら。俺は授業下にね急いで行ってんのにさ、そいつを妨げる風紀委員とかってもうゴミでしょうかみたいなね。この後にお前で、いや、あいついいんだよあそこに。大体めんどくせえんだよこいつら。追いかけてくんね、ほらほらほら。なんで無断欠席したいんやけど、俺は行けてんだよ授業にって感じですよ。さあもうそろそろですね、あそこにラグビーボール持ったやつが銅像が立ってるんで。まだなんか見つかってる、まだなんか見つかってる、見つかってる。あ、違った。あ、技術って、違う、あ、これ体育館か、体育館やね、ジムって書いてあるからね、体育館ですね。さあじゃあ体育を受けますか。よし間に合いました。3時半までなんかなこれ授業って。ドッジボール、俺これね最初やった時ね全然意味わからなかったよ、勝てへんかったんやけど、簡単に勝てる方法を、ね、見つけました。多分今回の時で、俺この時多分嫌いやねん言ってやってると思うんだけど、この時勝った時に鬱陶しいこいつ勝った時にね、あ、余裕やんって分かって、うん、単純なもんですよ、簡単、めっちゃ簡単、うん。この時分かってるけど、どうすんねんみたいになってますね。分かってるもんね、言い方がね。いろいろ言ったら確かめてみる。まあ単純にもうね、あれですわ、この手順にもあると思う、キャッチとかよく分からないんで、負けます。単純に負けますね、うん、わかんねえ、ジャンプして投げたりとかしたいんやけど投げられないってね。残り5秒、やばいぞ、早く投げた、お願い、これです。ジャンプして投げれば問題ない、それでね、いける。まだボタン分かってる、まだボタン分かってる、ね、ジャンプして投げると OK です。避けたりできるんやけど、まあいまいち捕まえてないね。やべやべ、もうこれ負けた。受けられないんですよキャッチはね。ちなみにね、したことない。キャッチができた試しがない。今のでもジャンプして当てりゃいけんじゃねえかということで、こうね、さっさとボール取ろうと、三角ボタンを持つと投げる。そうそう、こういう感じ、こういう感じです。ジャンプして投げれば、余裕。だから外に、変な方の方に、敵の方の外に出たり、なんていうの、敵にボールさえ取られなければ、まあ、負けませんね。ジャンプ投げでいけると、ね、分かってますんで、ここさえ取っちゃえば。さあ、OK、 あーボールいっちゃった、これどうすんの、受けれんのかな、受けれねえ、ほらやっぱし受けれ、やっぱし受けられない、俺で受けられない、俺で全くもって受けられない、やべえ、よしよしよし、中にボールいったら、中にボールいったらラッキーで、これ多分取る、これできるね、ジャンプして投げれば大体勝ちです。クリア。これ何なんやろ。体育クリアして何やだ。パチンコの命中率が上がるそうですね。そんな感じでございます。でですね。まあ体育の授業が終わり。うん。出口も上がった。ダイヤルやってるわ。うわ、やってる。ロッカードロボ。なんかあんの。あ、なんか放ったわ、もうだ、何もせんでもだってもらえっからね、俺は中はもらえっからね。ですごい赤いのがあったんで、これを超受けました。でこれは何かなと思ったらね、まあ、体育会系の挑戦、hey, only in here. Whatever. I'm better than any of you losers. Oh yeah. 結局ドッジボールなんですよ、ドッジボールまたさせられるっていうね、うん、これでまあちょっとドッジボールの戦いをします。まあさっきで慣れてるんでね、もうね、お茶の子さいさいですよ、こんなの。太鼓会計だろうなんだろうが、ボールさえ最初に取っちゃえばね、勝ちます。余裕ですね、この豚でもいけるからね。まだ豚間違ってる、よいしょ、豚でも余裕でしょ、この豚でも余裕です、ほらね。豚でも余裕で勝てちゃう、まあ、2勝すればいいんだよね、このまま2連勝、まあ、最初にボールさえちゃんと取っちゃえばね、勝ちますんで。ここで、ここだけ、まあ、これ取り負けるってことないと思う。まあ余裕ですよ。
これで終わりです。でも取った瞬間ですよ。これね、余裕ですね。とね、ジャンプ投げ、これだけでさ、ドッジボールは。Okay, you won. I guess you can use the clubhouse. Thanks. I'll be sure to visit you. いろいろこいつらの派閥というかさ、テリトリーがからそこを使えるようになっていくよね。こう学校を支配していくことに。さあ、クラブハウスが使えるようになりました。使ったことないけど、そういうところの全部な。セーブポイントが使えるようになったと書いてますね。はい。行っちゃおう。次行っちゃおう。洗濯物回収。で、これも、そこに向かってます。マップ上で言うと右上の方の地域にいます、このおっさんがね。Evening, sir. Yo, boy! What do you think you're doing? Nothing. 体育の先生ですね。エロ本屋みたいな、アダルトグッズの店から出てきました。I'm looking for naughty boys. I mean, I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town. あくまでも、あくまでも、偵察して回ってると。バカなガキはいないと、いないかと。Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly! That's why I got this research! To check on the dangers. アホだな。買いに行っとんや。It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you! No problem. But I'll tell you, Hopkins, ジミーの返し最高やな、大人や。I'm quite worn out with all this work. I don't, suppose you could do me a favor. What? Well, how do I put this?I'm in charge of the laundry. 嫌な洋館しかし洗濯物当番。下着泥棒だと思う。That I forgot to collect it all at the same time. It would be embarrassing to ask for it now. Oh, maybe you could help, but you'll have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great. So go. 汚れた洗濯物を集めてくれと。ド変態な女子寮。女子寮のね、パンティーを集めに行きますから。And if you get caught.I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gate. こいつに下着を集めて持っていくと。ド変態ですね。じゃ行きましょう。女子よりね。体育の先生のために女子の使用済みパンティを集めに行きます。さあ、これバス停から帰るのかな、向かってる方向から行くとね、まあバスは基本的に片っぽ通行ですからね、もうどっかから学校にしか行かないんで。さあ行きましょう、女子寮。まあ、時間が時間なんで、8時なんで、11時が門限なんで、それまでに何とかしたい。さあこっち男の方の、あ、一応ね、これセーブしていこうということで、一旦ね。セーブしていこうと思ってやったのか、もしくは、あ、これですわ。もう雰囲気ね、やっぱ、隠密行動なんで、衣装を変えていこうと。ということで、忍者でいこうと。いうことですわ。忍者で行っちゃうと。さあ、これ忍者でね、忍者で下着泥棒をしに行くことにしました。まあね、やっぱ、もうこのね、影の仕事はね、忍者でやらないと。忍びですから。こわ、ジャイコ歩いとんな。まあ、めちゃめちゃチューしてるよ、ほら。絡み合っとんなし。さあ、こっから上がっていきます。不用心すぎるだろ、量も。さあ行きましょう。屋根裏部屋とかなのかな。パンティをね、パンティを5枚集めます。G&G カード、これ何か分からんけどね。まあ、とりあえず取り手、これまあ隠れながら、赤いマークのついてる人がやばいんで、見張りしてる人なんでね、まあ、その人に見つからないように下着を盗むっていうことですね。でね、今のテレビをね壊すとね来るんです、こうやって物音、こうやってね。本当もこのまま行ったらいいんだよ、
多分あっち向いてる間にあれやったら。だけどうっかりとね鉢合わせしたけど隠れたしセーフ、隠れたしセーフでした。ババアですからね、まず自分を疑うよね。猛録してきた自分を疑ってくるってよかった、気のせいかしらみたいなね。でですよ、ここですよ、もう一回行きたかったのに、あ、ドア開いてた、よかった。これ前ね、これ実はこの後もう一回やってるんだけど、まあ、カットしてますけど、あそこのドアが、ね、開かなかったの、どうやっても閉められた後、もう今回だなんかドア開きましたね。ドア開くんやな、バグやったんかな。じゃあ、さあパンティはとりあえず1枚回収しました。で5枚ですね。さあどこにある、てか忍者が入っていてさ、なんと思わへんのかなこの女は。しこうぜ、さあちょっと行っちゃうぜ。あ、うちだパンティ、あれパンティちゃうの、もっと向こうの方。なんで水出すんだよお前。これ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 、シャワールーム、あーバレた。あららシャワールーム入るとね捕まります。はい、さすがにね、忍者やのに。さあもう一回行きます。まあこの上からねカットしました。さてじゃあ行くか。まあいないんでね、さっさと入っちゃいましょう。さあおばあちゃん来るよ、もうそこまで来てますね。うん、このバーが出ていった瞬間に行くのが一番いいと思う。行ったり来たりか、さっきの屋根裏目屋みたいなとこ、やっぱテレビ壊さな無理なんか。まあ行こうぜさっさとね。うん、よっしゃ、おパンティはまあ、撮ってねえな。あのお風呂場に行くから今、先生ね。チクられたりせえへんのかな、大丈夫だ。よし、行こうぜ。ここ行った、お風呂場。そうそう、近づかないようにね、もう端っこのように。ほう、ダメだ、そっち行ったらダメ。で、水出すかな。で、スパン吸った。よし、行こうぜ。あと、2つどうだ？あれない。なんでない？あれ？取った4つ目。さあ先生戻ってくるのか。まだ戻ってきてはいない。でこれで5つ目。これで取りました。全部ゲットです。さあ授業が終わって人が帰ってきたんかな？どうだったのか。ジミーやでバレた。ジミーなんでスプリンクラーまで。ジミーが入ってるぞみたいなのバレましたね。女子らが逃げましょう。逃げるっつってもね、どうやって逃げんだみたいなね。その窓から飛び出るとかもできないし、こう森だけしゃあないんですよ。普通に降りなきゃ。もう見つかったか見つかってないのか関係なくって、とりあえずあそこだ、そこの出口から出よう。まっすぐ、あそこまっすぐ。あら、アングルがねこうやってもうぐちゃぐちゃなんだよ。勝手にアングル変えんだよこれ。勝手にアングル変えられるからね。もう端っこ、ほらこういう風になっちゃうんですよ。もうすぐ捕まっちゃう。ふざけんじゃねえよってなった。もうね、ほんで勝手にこうやってアンガル書くから、ね、もうどうしようもねえんだよ。あ、がっかりと。ほんでこれ2時になるともう気絶しちゃうんで、この日はもう無理。まあ、というわけでね、まあ、この辺で寝て、もう今回は失敗でしたということで、次回パンツ泥棒頑張ります。ということでパテモス協会でした。